豊橋市ドローン飛行隊レッドゴブリンズの高橋です。我々はドローンを運用し災害時の情報収集、これをいち早く災害対策本部に伝える、それを最大の任務として活動しています。今日は土砂災害の現場、ここに来てですね、飛行の調査を行っています。オルソ画像、 3D の画像、こういったものについて大変興味を持ってます。このきっかけとしては2017年の発足当時に竜巻の被害に遭ったことです。我々も調査に出かけたんですが、被害の全容を一瞬で伝えたいのになかなかできない。これがすぐにできたのなら復興や支援、こういったものがもっと早くできたんじゃないか、そういったものがですね、原動力になってます。今回 Mavic 3 エンタープライズを使ってみて、やはりこのコンパクトさですね、箱を開けてすぐに展開し離陸できる、同じ機体のサイズであったとしても飛行時間が長いことです。私たちは例えば初動で調査に入った時、災害の全容は分かりません。なのでコンパクトな機体を機動力を生かして展開させ、なるべく広い範囲を調査したいと感じてます。大変優れていると感じました。そして DJI テラ、これにかけることによって同じデータを作るために30分以上かかっていたことが10分以内で作成することができました。これならば例えばドローンを現場で飛ばし、その画像を現場で確認する、そういったことが可能であれば、活動中の部隊、復興の部隊、同じ現場で情報共有し、そのまま行動していける。これに関しては我々が悔しい思いをした2017年当初の思い、復興や捜索、これについてその場で迅速に行えるのではないかと、大変期待のできるものだと感じました。豊橋市防災危機管理課の斉藤です。私たちドローン飛行隊レッドゴブリンズは、災害が発生した場合現地へ出動してドローンにより被害状況を災害対策本部のスクリーンに映し出すことで対応方針の決定に役立てており、現在はOSOデータの活用を検討しながら、より効果的な映像を送信できるよう日々検討しています。今回 Mavic 3 サーマルを使用し、消防隊との合同訓練を通して火災現場など人命救助での活用方法を模索しました。 Mavic 3 サーマルを活用してみて最初に感じたことは、とにかくコンパクトで持ち運びしやすいことです。現場到着後速やかに飛行することができました。さらにドローンを飛行させてから DJI テラーを使用することで、数分間で半径100メートルのオルソおよび 3D データを作成することができました。このデータは火災現場の俯瞰的な情報だけでなく、建物の大きさや高さなどの情報も簡単に確認することができ、火災戦略への活用や二次災害の防止に役立てることができると思います。また火災現場のように煙の影響で要救助者の確認することが難しい場面でも、 Mavic 3 サーマルのサーマルカメラにより熱源を感知し、要救助者の場所を特定することで迅速な救助活動に結びつけることができると実感しました。消火活動においてもサーマルカメラで火元を特定し、適切な放水活動をすることで火災の被害を最小限にすることができると思います。本市のドローン飛行隊レッドゴブリンズは、大きな災害が発生したときに山での崖崩れや市街地での大きな被災、また海岸での津波被害、そういった災害をですね、情報収集するために3つの機体を持って活動しております。またこれとは別に、要救助者が発生したときに消防本部と合同で捜索活動に参加します。今回の DJI 様の製品を使った
合同訓練を通じて災害現場での救助や復旧活動に大きな改革が起きていることが分かりました。市民の皆様の安心安全を第一に、さらに事故の予防や二次災害を未然に防げるよう邁進してまいります。